激アツクッキングの激アツですよ。はい、本日ね、取れたてのハガツオ出たんで、取れたんで、それをね、ちょっと料理、さばいて食ってみようと思います。それでは、レッツ激アツクック。はい、それではさばいていきますよ。まあとりあえず頭を落とそうか。頭こう入れて、ここはね、ここから切るんですよ、尻尾の方から。とりあえず3枚おろしたいと思います。結局3枚におろせればいいんですよね。はい、で、こっち側も。はい、簡単に3枚おろせましたと。で、頭を切って、はい、見事3枚、こういう感じね。はい、こんな感じです。いいですね。まずはこいつのエラを、取ります。はい、エラ取りました。こいつはね、ちょっと味噌汁にしようと思います。はい、鍋の中にぶっ込みますね。これで煮るだけ。あとはこれも、もう味噌汁に入れます。ちょっと洗って、これも味噌汁に入れます。だしを取りますよ。それではね、こいつをどうしようかな。これをあばら骨を取って、で、あとはここに骨があるから、はい、とりあえずこの骨を取ります。こうなりましたね。こいつの皮を取ります。さあ、うまく取れるか、激アツくん。滑るよ、滑るよ。はい、皮取りました。それではあまり血合いの方、この赤い部分好きじゃないから僕は切ります。そしてこれを刺身で切り落とします。これでハガツオの刺身完成です。はい、あとは味噌汁の方ですね。こいつの頭を取って、あとは味噌をぶっ込むだけと。はい、あとは盛り付けるだけですね。はい、こんな感じ。カツオのお味噌汁完成。それではね、カツオの刺身、ちょっと醤油につけてわさび醤油でいただきますよ。
思うけど激アツ。いやうまい、うまい、うますぎる。いや進むね。そして進むといったらこれですね。これね、味噌汁の方もね、激アツ、美味しい。カツオの出汁が出まくり、めちゃうまい、めちゃうますぎる。めちゃうまい、普通にうまい。いや、うまい。身もね。ちなみにね、このアサヒ、オーストラリアも売ってるんですよ。アサヒ、激アツ。乾杯。